こんにちは。今日はコーチングの話をしていきます。育てるイコール能力を上げていくことではないですよというお話をしていきます。今日は結論から話していこうと思うんですけれども、結論4つあります。何かというと、1つ目はタイトルでも言ったように、育てるイコール能力を引き上げるっていうことではありません。それから2つ目に、育てられるというのはうまくいって仕事とか勉強に対して取り組むパターンとか行動のパターンを変えるところまでですよと。そして3つ目に、できないとかあるいはやらないって言ってる人に対しては諦めた方がいいというのが良好な判断です。そして最後4つ目に、どうするのがいいかというと、取り組む、それから行動を変えるためのインフラを整えてあげるというのが一番効率のいい人の動かし方というところです。この4つが、今日の結論になっていきます。じゃあ詳しく見ていきますと、何かというと、育てるっていうのはしばしばいわゆる潜在能力を引き上げることだっていうふうに思われたりしてるんですね。例えばドラゴンボールの孫悟飯の能力を引き上げるために海王神様が出てきて、で5時間の儀式をやって20時間の引き上げる時間みたいな、こう漫画のシーンなんかも出てきますけれども、確かに膨大な時間をかければ気づいたら自分が取り組んでいる仕事とか勉強のこととかってあらゆる能力っていうのはまあ上がっていってるでしょうと。ところが実際我々がいる現実世界に関してはそれは無理だっていう話なんですよね。で、仕事を教えてあげるとか勉強の仕方を教えてあげるとか、あらゆるもののノウハウを教えてあげるとかっていう風にやり方を伝えることっていうのは当然できるんですよ。でもそれをやるからって言ってその人たちの能力が上がっていくかっていうのはまたちょっと別個の話になっていくんですよね。だからよく言われるティーチングとコーチングが違うっていうのはそういうことで、ティーチングっていうのは結局今言ったようなやり方、ノウハウを伝えていくっていう方法で、コーチングっていうのは能力を上げていくっていう話になるんですよ。ところがその能力を上げることが、育てるっていうのとは、全くイコールにならないっていうお話になりますんで、もう少し掘り下げて話をしていくと、どういうことかというと、例えばポケモンで言えば、レベルが低い時とか、あるいは進化前、ピカチュウからライチュウとか、不思議だね、不思議そう、不思議バナみたいな、今のポケモンなんていうかわからないんですよね。僕はダイヤモンドパールくらいまでの人間なので、ダイヤモンドパールの時もペンギンのポケモンとかで使ってたんですけど、それはいいとして、で進化前とかレベルの低いポケモンに超強力な技を覚えさせるようなものなんですよね。破壊光線を覚えさせると。ところがレベル10のポケモンが持っている破壊光線って大した威力ないじゃないですか。あるいはピカチュウとか不思議種の段階だったらそもそも破壊光線すら覚えられないと。ライチュウとか不思議花になったらようやく破壊光線が使える。ところがそれを教えようとしているようなもんなんですね。これ全く意味がないんですよ。だから我々が思うコーチングっていうのは、そのレベルが低いものであっても、低い人たちとか、あるいはそこまで育ってないような人たちであっても強引に技とかを教え込めば習得できるっていう思いがちで、それをコーチングだって思いがちなんですけど、でも実はそうじゃなくて、技を覚えさせるっていうことではないんですよ。技を覚えさせるっていうことではなくて、多くのポケモン同士を戦わせてあげたりとか、そのレベルを上げていくことっていうのがコーチングになるんですね。でそのじゃあ戦わせるってどういうことかっていうと、どんな技を自分は使ったらいいのかとか、どんなポケモンと対戦するのがいいかとか、どういう場所のポケモンに出会いに行ったらいいのかっていうことを自発的に学んで行動するようにしていくっていうのが大切なんですね。例えばピカチュウが目の前にゼニガメと人影を相手にした時に、自分がどっちと戦うのがいいのかって考えたら、相性を考えたら水タイプのゼニガメに対して電気ショックとか10万ボルトっていうのを与えるのがいいっていう、こういうことを自発的に学んで、で実際に技を選択して攻撃を食らわせるって、そういう風にピカチュウが自分で学んでいく環境を整えてあげるっていうのがコーチングになってくるわけなんですね。いけピカチュウ電気ショックだっていう風にサトシが言うの、あれはティーチングになってしまうわけなんですよ。我々が求めているコーチングっていうのはそういうものじゃないということなんですよね。ここまではご理解大丈夫でしょうか。ところが残念ながら、そういう風に自発的にピカチュウこの時には何を使ったらいいと思うと、例えば人影の方が素早さが自分よりも高い場合はどういう技を使ったらいいと思う、電光石火とかですね、相手がゼニガメだったらどういう技がいいと思う、電気ショックだって効果抜群だからっていう風にピカチュウ自らに考えさせるってやり方をしなくちゃいけないにもかかわらず、残念ながら
じゃあ人影に何をやったらいいと思う？尻尾を振るうとかですね、いくら言ってもやらせようとしても意味のないっていうポケモン、まあ、あの人も一部いてしまうんですよね。だからそういう人たちに対してはコーチングっていうのは残念ながらできないんですよ。だからさっきの結論の中でも3つ目に言ったように、やらないできないっていう人たちに対してはコーチングっていうのは残念ながら諦めた方がいい、はい、だからあらかじめできる人とか能力が高い人っていうことに関しては必要なことを伝えてあげるだけでいいんですよ。でそれが我々の次の段階としてはできる場を与えてあげることっていうのが非常に大事になります。ここまでができるかっていうのがコーチとして非常に大事なポイントになってきて、そしてそれをやり続けられるなら、止まった時とか、あるいはやり方がわからなくなった時、止まりそうな時にコーチングをさらに仕掛けてあげて、どうやったらいいと思うっていう質問を投げかけてあげるっていうことが大事なんですが、やらない人に関しては止まった段階、あるいはスタートするまでの段階でこちらがいくらどんなことを投げかけたとしても一切動く気配はありませんので、こういう人たちはもう時間を割くのがもったいないですから、もう切ってしまった方がいいということです。だから最終的にコーチが何をしてあげるのが一番いいのかっていうと、本来ゼロからスタートする人たちに関してだったらそのやり方っていうところから引き出してあげるっていうのが大事になるんですが、ある程度まで進んできた段階だったら我々コーチとしてやってあげるっていう、あるいは皆さんが子育てとか部下の育成とかっていうのをやっている方々だったとしたら、やるということを前提に置いて勝手に育つ環境を整えてあげることです。これ分かりますかね。これが育成に必要なことなんですよ。だからノウハウを伝えてあげたりっていうような形で能力を上げるということではなくて、能力が上がる、それは自発的にやっていくということを前提に、じゃあそれができる環境を、場を整えてあげるっていうことが本来コーチングとして、我々が行うべきことです。はい、ですからついつい教えたくなります。教えたくなって能力を引き上げたくなるんですけれども、いくら我々が教えたとてやるのは本人たちになりますんで、どうしても限界が来ます。限界が来てしまいますんで、そうではなくて自発的にやるということを、信頼を前提に置いたもとに、どういった環境を整えてあげられるか、インフラを整備してあげられるか、インフラを整備してあげることができるか、ここが非常に重要なポイントになってきますというお話でした。 ですから皆さんが周りの、いろんな お子さんとか部下とか教え子とかたくさんいる中で、どんな風な環境を整えてあげたらその人たちはのびのびと自発的に学んで行動して育ってくれるでしょうか。そしてあなたができる準備は一体何なんでしょうか。そういうことをぜひ考えるきっかけに今日の動画をしていただけたらというふうに思います。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。